お糸は小松左京の短編 SF 小説 SF マガジン1975年2月号に掲載された。山本博はスペルムサピエンスの冒険に寄せた解説文において江戸時代を舞台にした時代小説と思って読み始めると教科書で知っている江戸時代ではなくなり下手すればギャグになりかねない話なのにリアルな描写を積み重ねることで 美しく味わいのある話に仕上がっていると評している。山本は本作のヒロインであるお糸のセリフを引き、このような世界であってはいけないのか、本当の歴史の方が間違っているのではないか、という気がしてくるではないかと指摘する。また、同様のテーマとして、地には平和を挙げている。天保7年の江戸、海鮮ドニアの18歳の一人娘お糸はこのところ、 毎日自宅の前を通る稲荷寿司の行商人時蔵が気になって仕方ない。ある日もお糸は時蔵の気を引くためにありったけの寿司を買ってしまうのだ。米と仕方からの商用から帰国する父を迎えに叔父の元吉と籠で品川港に行き、そこで事故に遭いかけたところを偶然にも時蔵に救われたお糸の連母は嫌が上にも高まりとうとう寝込んでしまった。父と おじは困り果て、時像が寄宿する両源寺のお城に、演談をまとめてもらえないか相談に行くのだが、この物語は、未来からの謎の勢力に歴史を改変された、パラレルワールドの江戸が舞台である。その、もう一つの江戸の町は、機械仕掛けの辻籠が走り、お糸の父は、半米屋の天狗船に乗って、サンフランシスコに商用に行き、母は、西木江鏡で、 芸能や果たし合いを茶の間で楽しみ、老いとは相門同等で母と会話する。直気将軍職は入れ札で決められるといった江戸時代の人情や風情や生態系のみ残した上で、人々の生活は20世紀の水準に引き上げられ、かつ無郊外という矛盾した世界である。時蔵はその矛盾を引き起こした勢力を追求する時間エージェントなのであった。 以下の単行本に収録、ありがとうございます。